はい、こんにちは、大八郎です。今回はですね、こちらリアルグレードエヴァンゲリオンマーク6。いやー、変えたんですよ。いい再販ですけどね、おそらくね。これをね、作っていきたいと思います。いやいや、もう大体の人はもう知ってると思いますけども、エヴァンゲリオンマーク6がどういったものか、いやー、ほんと嬉しいですわ。いやー、てください、5280円。近くのね、イエローサンマリンでね、最近ね、ガンプラの再販というか在庫がちょっと増えてきたじゃないですか。そこの中にひっそりとね、1個だけポンってあったんですよ。いや、もうびっくりして、店でね、大声出しそうになりましたね。いやー、他のね、リアルグレード、エヴァンゲリオンのリアルグレードは、一つも作ってないんですけど、マーク6だけはね、どうしても欲しかったんですよ。やっぱね、エヴァンゲリオンで一番好きな機体なんで、まあでももちろん発売日には予約もできず、買えず、その後は見かけることもなく、まあね、希望を持って諦めてたんですけど、いやー、まさかね、初号機とかね、0号機はたまに見かけたんですよ、リアルグレード、まあ、2号機、8号機はもう売ってるとこなんか見たことないんですけども、いや、まさか買えるとはね、めちゃくちゃ嬉しいです。いやー、ガンプラもね、最近増えてきましたよね。よかったですね、本当にね。もうこれがね、また、通常化、ガンプラが手軽に買える日が近づいてるのかなと思いましたね。いやー、でもマーク6楽しみ。はい、では作っていきたいと思います。いってみましょう。はい、完成いたしました。素晴らしいですね、このプラモデルは。リアルグレードのね、エヴァンゲリオン初めて作ったんですが、もうすごい完成度。いやー、もう作ってても楽しいですしね、サクサク組めました。今ね、これ素組みとシールだけなんですけども、むちゃくちゃかっこいいです。いや、本当にかっこいいですね。はい、もうたまらんですな、これは。でね、可動はね、もう素晴らしいです。手と足は。胴体はね、ちょっととね、うんと思いました。ちょっとね、ひねりがね、ほとんどできないんですよ。もうここがちょっとなと思って、もうかがむ姿勢はね、すごいできるんですが、のけぞりもね、言うほど、うん、できないかなと思ってます。ただね、一番驚いたのはここですね。これ動いてるんですよね、一緒に。このギミックがすごいなと思いました。いや、すごいですね。いやー、めちゃくちゃかっこいい。いや、素晴らしいですね。はい、で、パーツなんですが、この輪っかをね、ここの穴に止めます。こんな感じでつけることができます。こうつけた状態でもね、ディスプレイスタンド、アクションベースはつけることができます。で、あとカシウスの槍ですね、めちゃくちゃ長い、今ちょっと握り手がついてますけども。と、あとナイフですね。これ折りたたんだやつもついてたんですけど、折りたたんだやつはね、使えないので、この通常のね、ナイフの状態のものを使います。で、ここのね、手首のパーツ、これこのパーツ、この部分ですね、これがないんですけども、この、握り手の方を付け替えてつけることができます。で、手首のパーツはね、他にもいっぱいありました。まあ、他にもね、パーツ余ってるんですよね。結構流用パーツが多いみたいで、余るパーツは多かったです。はい、ではですね、いろんなね、ポージングとか取ってターンテーブルで回していきたいなと思います。では行ってみましょう。
はい、いかがだったでしょうか。リアルグレードエヴァンゲリオンマーク6組み立ててみました。いや今回ねタイミングよく、本当にタイミングよく店でね再販分手に入れることができてね、本当に嬉しく思います。他のねリアルグレードのエヴァンゲリオンはね、まあまあまあ作らないでおこうと思ってたんですけどね、マーク6だけはねやっぱり一番好きな機体なんでね、手に入れたかったので、まあ良かったなと思います。感動しております。まあね、感想といたしましてはね、やっぱり作り込みがすごい。リアルグレードもう作ってて楽しいですしね、本当にもうここまでしなくていいよと思うぐらいの作り込みをねしてるんでね、めちゃくちゃかっこいいなと思います。で今リアルグレードの4号機ですかね、予約開始されておりますが、手に入れることができそうです。予約もできました。これもねまた作ったらねレビューしていきたいと思います。噛んでません。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。